質問です。症状がなく措置入院で薬を飲んでいないのですが、措置解除をしていただけないようです。精神病棟に現在も措置入院中です。1ヶ月以上隔離室に入れられていました。薬と筋肉注射を強制されましたが、たまたま手元に宇都宮先生の精神科は今日もやりたい放題があったので、主治医の方に読んでもらい、薬を飲まないことを納得してもらいました。おかげで薬を飲まずに済みました。ありがとうございます。よくわかんないけど質問じゃないなみたいな。ただね、なんちゅうかな、まあ、どんな状況か知らんけど、症状がなくそっち入院になったっていう風なの書き方はおかしいよ。そっち入院って事故で言えば警察来て物を壊したりとか犯罪行為になってなければそっち入院にはならないですよ。医療保護入院は家族が無理やり入れてっていうようなことになりますけど、措置解除できないっていうようなことはそれなりに問題児やって認められてるっていうことですからね。俺この話全体信用しないから、症状がなくって言われたら何言っとんみたいな。先ほど精神科の措置入院中で質問させていただいたものです。6月11日から現在まで入院中です。措置入院中ですので自分の意思では退院できないようです。そうです。一応弁護士を個人的に雇い退院請求をしました。結果待ちですが通りにくいため、他に退院を早める方法などはありますでしょうか。システムエンジニア系の仕事をしています。仕事がいい依頼が来るので一日でも早く仕事に復帰したいです。また医療過誤で裁判の保証人になっていただけますでしょうか。診断名は双極性感情障害です。だから措置入院っていうのになったっていうのの理由の問題なんですよ。何度も言いますが、措置入院は警察介入になりますので、32条はね、何にもなくて問題がなくてって言うたって、私は何にも問題がないんで、でもあいつらが全部クズなんで、だからこんなに精神病院入院させられましたって言ってるうちは病院なんて退院できないですよ。これもね、同じ話なの。今までずーっと言ってる話と一緒で、自分の中に問題があるという認識がない限りは精神の問題は改善しないわけ。これは精神疾患の病名をつけられてようがつけられてなかろうは同じなんですよ。でも精神科患者っていうのは昔から精神科医がよく表現することなんですよ。病識がないっていうわけで、病識がないっていう言い方は問題がある言い方でもあるんですよ。精神科医が勝手に全部決めちゃうからさ、いろいろ背景があったりとかするやん。例えばさ、親がさずっと虐待してきた人がおるとするやろ。なんだけど子供がさ大人になってある程度年頃になってきてさ、逆らいました、親を殴ったとするじゃん。親を殴ったっていうんだったら殴ったのが子供になるから、そしたらそれは暴力を振るったことになるので、これは精神病扱いになっちゃうんですよ。精神病に入院されて、これはよくあるんで、これ医療不護入院とかになったりとかする。殴ることにやっぱり問題があるんですよ。なんだけどその背景は親がいろいろもうすっげえひどいことをいっぱいしてきたからだっていうことが背景にあるわけだから、必ず背景を見るようにしないとダメで、それに薬飲ましたってうまくいかないよ。でも薬飲ましたら殴らなくなるよね、動けなくなるからさ、っていうことでそれを良くしてるっていう風に言い張ってるというだけなんですよ。なんだけど措置入院っていうのは家族でも誰でもいい、周囲の人でもいいんだけど、誰か警察を呼びまして、なんか物壊したりとか互い行為とか犯罪行為です。犯罪行為に類するものがあって、その犯罪行為に類するものがあった時に刑務所に行かなきゃいけないところを、精神症状が強く精神病的な要素が強いから刑務所じゃなくて精神病に行かされるって、簡単に言うとこれが措置入院っていうことになる。でもそれに対して自分は悪くないっていう、そんな感じの考え方しかなければ一生このままで終わりますよ、これで。どんな背景か知らんけど、措置入院になってるっていうことはそれなりに意味があんのよ。俺も措置入院になってる人たちで、自分は何の問題もないでしたっていう風に言ってて、それで私の病院とかね、講演先で一応簡単な事情を聞いて、そいつに問題がなかったことを一人たりと見たことがない。ちゃんとそいつらの親とか家族とか周りの人もそれなりに問題はあるんだけど、そいつにめっちゃ問題があります、いつも。だからもうこの人の話は何しようか俺信用せんよ。俺措置入院になってるっていう段階でね、それをただ医療過誤だみたいな話に言うたって、それはなかなかね世の中では通用しないと思いますよ、これは。はい。